私から2点、お話したいと思います。第1点目は、今日は復興基本法が施行になります。で、当面復興対策本部、また現地対策本部を設置して、この復興のための本格的な対策に当たるということになりますけれども、私どもが主張しておりました復興庁、これが正式に法案に盛り込まれました。この復興庁、一日も早く成案を得てですね、責任を持ってこの復興に当たれる、しかも政府が一元的にですね、実施を含めて行うことができる、この復興庁、早くスタートすべきであるというふうに思います。と同時にですね、非常に大事な点は復興特区です。これも我が党の主張でこの法案に盛り込んだわけでございますけれども、やはり被災市町村、この復興特区に対する期待が非常に大きいものがございます。税制金融、また財政、さらには規制緩和、こういった点について、例えば税制について、被災地の復興のためには企業が設備投資をしてくれるということが非常に大事なわけですけれども、そのためには被災地で設備投資をした場合に、この減価償却を即時償却できる、あるいは全額補助するというような制度でありますとか、あるいは財政面でもですね、復興基金を作って、そして地方自治体が自由に使える、あるいは多年度で使えるというような仕組みも必要だと思いますし、先般岩沼市に行きましたけれども、やはりこの土地利用規制、いろいろ復興計画を考えるにあたってですね、この用途変更というものがスムーズに行えるような仕組みをぜひ早く作ってもらいたいと、こういう要望がございました。こういう土地利用を含めた規制緩和、そういうことについて、これ復興特区法の制定が必要ですので、できるだけ早く請願を得るべきだと思います。で、しかもですね、この現地最優先で早く制度設計をするという意味で、国とそれから県と被災自治体、この協議機関を作ってですね、早急にこれを進めるべきだというふうに思います。で、これまで復興基本法についてですね、3党間で協議をしてまいりましたので、こういう復興庁の設置、あるいは復興特区の特区法の制定ということについてもですね、私どもとしては十分協議をする用意があるということを申し上げておきたいと思いますし、また積極的に提案もするというふうに考えております。それからもう一点、地盤沈下によるですね、浸水のリスクが非常に高まっております。今回の地震、被災でですね、今回の地震でですね、いわゆる広範囲にわたって地盤沈下が起きております。非常に深刻な状況で、先般の東北地方整備局の調査で、例えば岩手県ではですね、海抜ゼロメートル以下の地域が 1.8 倍に広がっている、あるいは大潮の、いわゆる干満で大潮ですね、の平均潮位以下のところが 3.2 倍に広がっているというようなこともあって、これから本格的な梅雨、あるいは台風シーズンを迎えるということで、非常に浸水リスクが高まっております。そういう意味で早急にですね、応急対策、応急工事、これも必要ですし、もう一つはこういう地域についてですね、それぞれ被災市町村では抜本対策に向けて、さまざまな、例えば防潮堤の設置でありますとか、あるいは道路をかさ上げしてこれを堤防代わりにするとかですね、あるいはそのどうしても浸水地域で、例えばの、農地、これは再生が難しいというところについては、ここに瓦礫をの置き場にして、そこを堤防代わりに整備をするというような、さまざまなアイデアが出ているわけですけれども、やはりこれらについてのですね、こういう浸水
地盤沈下した地域についての、抜本的な対策について、やはり国がですね、きちっとした指針を示す、そしてそれについての、予算をしっかりとつけるということをやる必要があるというふうに思います。現地で、例えばそういう地域で、土地を買い上げて、国が買い上げて、そういう用途に充てるというような要望とも出ておりますし、国が早急にそういう指針を決めてるべきだと思いますし、第三次補正、かねてから早期と言ってますけれども、予算のしっかりとした裏打ちも当然必要になるわけですので、こういう地盤沈下に対する浸水リスクが高まっているということについて、早急な対応をきちっとすべきであるということをまず申し上げたいと思います。私からは以上でございます。はい、国と被災地の協議をする場を作る、はい、この人も協議するようになっていると、はい、まずこの特区法を制定するにあたってはですね、それぞれ の被災市町村でさまざまな意見要望があります。で当然国と県との関係もありますけれども、県と市町村との関係があるわけで、やっぱりこの国と県、それから被災市町村、これがなかなか一堂に会してですね、意見交換するという場がないというのが被災市町村のからの、意見として相当強いものがあります。ここがきちっと協議をする場を作って、具体的にどういう特区の中身にしていくかということが必要ですし、またそれから特区法を制定した後もですね、この3者の協議機関でその特区の具体的なそれぞれの被災地における中身を決めていく必要があるというふうに思っております。それとこの特区法をこれから中身を詰めていくわけですけれども、当然これ特区法という法律になりますので、私どもとしてはこの復興基本方法をせっかく3党協議をして、これだけいい中身になったわけでありますので、その復興基本法の中身についてもですね、今申し上げた例えば特区法の改正、特区法の制定ということについても、私どもとしては与野党できちっと協議をしてですね、この法律をいいものにしていくということについて、私もとしてはそういう十分な用意はあるし、また提案もしていきたいと思っております。与野党での協議は民事法での協議は問題でしょうか？これは復興基本法についてですね、現場の理事レベルで、いわゆる復興特別委員会ですか、この現場の理事レベルで協議を積み重ねてですね、提案を得たわけでありますので、例えばそういう場を積極的に活用してですね、この中身についても協議をしていくということは、私は十分あるんではないかというふうに思います。公明党は会見に反対を、会期延長に反対したんじゃなくて、70日に反対をしたという。70日に反対しましたが、その延長国会70日ある中で、そのやらなければいけない法律たくさんあるので、どういうふうにこの70日に臨んでいくか。私どもはですね、ともかく復旧復興のために必要なことはどんどんやるということで、今例えば二重ローン問題が3党間で協議をしてますので、これは私はですね、かなりのところまで合意できてますけれども、最後に買い取りの機構を作るか作らないかというところで、なかなか3党の協議は整わないということでありますので、一定の期限を決めてですね、もし民主党が請案を出せない、案を出せないということであれば、その部分について私は
自民党、公明党、まあ、大体ほぼ考え方が揃っておりますので、その部分について、まあ、別途法案を出すということも十分考えていいんではないかと思ってますし、あるいはがれきの撤去について、これは事項で、いわゆる国が代行できるという法案を今、準備しています。こういうことについても、まあ、やる必要があると思いますし、それから今、この東電の事故調査委員会、これは、まあ、総理の諮問機関という形で、まあ、行われているわけですけれども、まあ、本来であればですね、私たちは、まあ、政府の中に作るのであれば三条機関で国会が関与できる、まあ、こういう仕組みというふうに主張してきましたけれども、まあ、これが政府がまあそれを受け入れないということであればですね、もう一つやはり国会の中にこの事故調査委員会をしっかり作るということについても今自民党との間で協議をしていますので、これも早く成案を得て国会に提出をして、これを実現すると。あるいは二次法制、私どもはですね、まあ、二次法制については中身が、まあ、極めて中途半端で、これが三次法制のが遅れるということにつながるということであれば、これはまあ本末転倒というふうに思っておりますけれども、この二次法制についてもですね、ともかく早く国会に提出をしていただきたいと。でまたこれ、まあ、三党の幹事長で話し合ったときにですね、この二次法制についても各党の意見を取り入れるということについて、まあ、そういう意見交換してますということですので、この二次法制についてもの中身についても我々ですね、必要なことについて、があればですね、それは積極的にそれに取り入れるように、言っていきたいというふうに思っております。まあ、復旧復興に向けてですね、課題は山積しておりますので、ともかく精力的に、国会の審議をするということで対応していきたいと思っています。二次補正の中身について必要なところは言っていくというのは、これは政調会長レベルでというか、党としての提案を、まあ、ぜひ必要があればやりたいと思ってますので。私はともかく復興基本法ができましたから、当然そこに復興担当大臣を設置するということになってますから、これは政府の責任で早くきちっと任命をするということはだけ申し上げたいというふうに思います。その他のことについてはこれは、まあ、直接我々とは関係ありませんので。これは、まあ、本人から直接聞いたわけではありませんので、それについて、特にコメントはございません。一般論ですけれども、まあ、県会への選挙も未だ不透明、特に宮城県、福島県の状況を聞きますと、とても、まあ、年内にできる状況にないというふうに聞いております。まあ、そういう現地の状況を考えると、まあ、なかなか、私は、まあ、難しいんじゃないかというふうに思います。特にコメントありません。
いずれにしても今の復旧復興ということを考えると第三次補正というものがもう必要不可欠です。これをどれだけ早く出して、現地の復旧復興にきちっとした方向性を出せるかということが今政治にとって一番大事だと思いますよ。そのことを最優先に私は考えるべきだというふうに思います。私どもはこの再生可能エネルギーの固定買取制度、これについてはですね、マニフェストでも、その導入ということをまあ謳っているわけです。で再生可能エネルギーをやはりの比率を増やしていくためには、まあ、こういう制度が必要であろうと、まあ、こういうふうにまあ考えております。ただですね、今回の原発事故を契機にして、日本のエネルギー政策全体をまあ見直さなければいけないと、まあ、こういう、見直さなければいけない状況に私はなっていると思います。まあ、そういう中で、やはりエネルギーというのは安定供給ということは最も重要な課題ですので、改めてですね、そういうエネルギー政策全体の中で、じゃあこの全量固定買取制度というものをどう位置づけるかと、まあ、そういう落ち着いた議論が必要であると、ある意味エネルギー政策全体のこの見直しの見通し、そういうことも含めてですね、きちっと議論をするということが必要であるというふうに思っております。いや、これはですからいつどれだけの期間でどうかということよりもきちっとした議論をが必要であるというのは現時点における基本的な考え方であります。会期延長を巡ってですね、自民党の石原幹事長、民主党の岡田幹事長ともに、5日間にわたって会談をされた中で一定の方向性を作りかけたように認識しているんですけれども、今回その、結果的には、ほぼになっている形でしたが、50日という期間で、野党との協議を図った岡田幹事長の今回 の動きというか応援についてはどう評価されますか。3党の幹事長で協議をしてきたことは、事実で、ございます。結果として、こういう70日の延長ということになって、私どもとしては第三次補正がこれ では遅れるということで、反対をしたということでございますから、その後のことはこれは民主党内の問題で、私が個人的にどう評価するかということは差し控えたいと思います。よろしいでしょうか。はい、どうも。